公共曲第3番編法長長 K18 は、かつて、ボルフガングアマデウス・モーツァルトが作曲したと考えられていた公共曲。現在ではこの楽曲は、モーツァルトの作品ではなく、ドイツの前期古典派の作曲家である、カールフリードリヒ・アーベルの作品であることが判明している。本作が、モーツァルトの作品であるとされていた理由は、モーツァルトが所有していた、主公婦が、 公共曲第3番として分類され、そのまま、ブライト・コプ・フーンとヘル・テル社の最初のモーツァルト作品、全集中の一曲として出版されてしまったからである。後になって研究が進み、楽譜は1764年にロンドン滞在中だった幼少期のモーツァルトが学習目的で射付したものではないかと考えられるようになった。曲はもともとカール・フリードリヒ・アーベルのもので、 6つの公共曲作品7の第6曲として1767年出版されていたものであった。ただし、モーツァルトはアーベルのオリジナルに一部手を加えており、出版符のオーボイのパートをクラリネットに置き換えている。クラリネットにファゴット、ホルンに弦楽器曲は3つの楽章からなる。演奏時間は約11分から15分。出展。ありがとうございます。